いかがでしょう。そうですね、相手の先発ピッチャーも良かったので我慢比べだと思って、投げてたんですけど、ホームランで逆転されてしまったんですけど、その後、野手の皆さんが逆転してくれたので、なんとか今日は勝ちたいなと思って投げました。4回あたりから一つも乗っていったように見えたんですが、いかがでしょうか。そうですね、ホームラン打たれてしまって悔しかったんですけど、うまく切り替えることができたかなと思います。その悔しい一発を許した伏見選手を迎えるところ、あそこをしのいだのも非常に大きかったんじゃないでしょうか。そうですね、点数を取ってもらった後にピンチ作ってしまったので、なんとか、ゼロで、帰りたいなという思いがあったので、よかったなと思います。レギュラーシーズンも残すところホームでの4試合となりました。それでは最後にチームを代表して意気込み、そしてファンの皆さんへメッセージをお願いします。はい、とにかく全力で一試合一試合、頑張っていきますので、少ないですけど応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは今シーズン11勝目を挙げました森本貴大投手でした。ヘルプデータとなります。座ったままでお願いいたします。お座席の移動は禁止になっております。お座席の移動は禁止になっております。お願いいたします。